これノーミルク、ね、佐藤さんから見てどうですか、この秋葉監督の新清水っていうのはどういう作家になっていきそうというのか。でもやっぱ去年のミトですよね、わ、うん、かりやすく言うんであれば、うん、だから、まあ、やっぱり442の主体のサッカーにはなると思うし、それこそ玉際 GM 大熊さんもそして社長もというか、もうみんながこう走っているような、まあ、清水に今足りてないのがその玉際の強さだっていうところがあるので、僕はそこをやっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。どうですか、うん、今記事を一瞬探してみたんですけど、はいはいはい、その熱血の1時間半ロングミーティング、うん、僕が求める基準クリアした人だけ使うって秋葉さんがおっしゃっている。あらららら、あらららら、うん、もうおそらくその秋葉さんの中ではハードワークっていうのが大前提で、そこはクリアしていなければ目でも使わ、誰であろうと使わないんだろうなというのは感じますし、うんうん、選手がそこでもう一皮ちょっとねアップデートしてもらって、で僕らサポーターもそれにしっかり後押しできるように応援はしていこうかなとは本当思いましたね。僕の中ではもう四村清水の2019年のおしまいのところから何も変わっていないんじゃないか根本はっていうふうに思ってしまってはいるので、本当この3、4年間を無駄になってしまったと言わざるを得ないような状況に、もう今明言せざるを得ない感じだと思うので、その3、4年分はしっかりと、まあ、この1年は J2 ですけど、しっかりと回収してもらえればなと思ってます。まあ、秋葉さんのね、去年の印象で言うと、やっぱりその熱血のね、水戸で注目される。だからそういう注目される監督さんっていうところでもあるんで、なんかこの気持ちの面でね、こう熱い清水がっていうので注目されるといいですよね。またね、成績とともに。うん。そうですね。確かに。やっぱ熱い監督って僕やっぱ好きなんですよ。うん。いや、僕もそうです。はい。一緒に喜んだりとか。特に僕が強かった頃のエスパルスっていうと、本当県大エスパルスまで遡っちゃうんで、はい、2010年の本当にこのメンバーでなんて優勝できないんだっていうレベルの、うん、いた時のやっぱ健太さんが監督だった時、ものすごく雰囲気も良かったし、うん、健太さんもこうやって喜んでるのを見て、僕もあ、こういう熱い監督好きだなと思ったんで、ちょっと秋葉さんもね、かなりモチベーターでっていう話はいろいろ聞いてるので、うんうんうん、このところはめちゃくちゃ期待してます。なるほどね。期待して。それこそ、じゃあ監督交代ってなって、秋葉さんにこう期待することとかってなんかグレモル君あったりする？そうですね。本当あくまで個人的な意見ですけど、これももっと体制のことも引きずっちゃうのかもしれないんですけど、うんうん、左友社長だった頃、昔ね、はい。はい。7年前に J2 だった時に、2016年戦った時に、戦術動向じゃなくて、まず最初に、ハードワークしようと。気迫、ハードワークって何かって時に気迫、走力、玉際、この三つを軸としてしっかりハードワークをした上で戦術とか、が成り立っていくんだよね、みたいなことを以前お話しされていたと思うので、まずはそこのところ、戦術はしっかりもう、リカルドさんが作ってくださったところはあるはずなので、そこに、ちょっと欠けていた部分がハードワークなの、だ、かもしれないんですけど、だとしたら、そのハードワークのところを、やっぱり、僕自身は、秋葉さんのかつて、しっかり植え付けていって、ほしいなと思います。うん。うん、うん、うん。ね。